はい、どうも J チャンネルです。皆さんお元気でしょうか。今日はね、弦の話題ですね。まあタイトル通りなんですけど、ダダリオかエリクサーかというね、本当にね、これはもう分かれるとこなんですけど、 J チャンネルで、アンケートを取った時にはエリクサーの方が多かったんですけど、ただダダリオやっぱり根強い人気がありましてね、やっぱりダダリオだというあれがあるんですよね。なので一体何がいいんだろうかということでね、やってみたんですけど、どうなんだろうっていうのは答えが出ないんですけど、例えばね、弦を隠して、まあ、ギターを隠して弾いた時にダダリオなのかエリクサーなのか、あんまりわからないと思うんですけどね。皆さんどうでしょう、これはどうでしょう。わかりますかね。多分ね、わかんないと思うんですよ。で、まあ、基準としてはね、出荷源がね、メーカーに作ってる出荷源が、まあ、一応基準になると思うんですけどね。例えば、こちらですね、ヤマハの LL シングスを最近弾いてますけれど、これの指定弦はエリクサーのフォスファーブロンズではなくてブロンズのライトです。エリクサーのナルウェーブのブロンズのライトが指定弦になってます。なので僕もブロンズのフォスファーブロンズではない弦を貼ってるんですね。最近はダダリオとかも貼ってますけどね、そこのちょっと違う感じがするんですが、ちょっとまあこちらの方がきらびやかな感じがするのはするんですけど、安定感はダダリオの方があるのかな。例えば一弦の音とかね、ダダリオの方がいい感じもするんですけど、なかなかそこらはね、分かんない。皆さんどうでしょうかね。まあ多分このダダリオかエリクサーのね、このまあ2大政党っていうかね、この2大やっぱり今根強いと思いますよね。あと他に追随するって言ったらマーチンとかですかね。他にもあると思いますけど、やっぱりこうマーチンじゃないギターにマーチンを履く人っているんでしょうかね。よくわかりませんが、やっぱりこうなんとなくこのね、風潮というか、やっぱダダリオかエリクサーという風潮になっているんですよね。まあその2つだったら間違いないだろうなという感じがありますけどね。ただやっぱりこう両方貼ってみたんですけれど、はっきりとした答えが、なんとなくなんだけど、なんとなくやっぱりエリクサーの方がこの LL6 にはエリクサーの方がいいかなと、という気がしてきました。コメントにもね、LL6 はダダリオだと、これがいいという人もいるんですよ。その人それぞれなんですけどね。やっぱりそのね、皆さんを集めて格付けチェックみたいなやってみたいですよね。このギターでこの弦は何でしょうってことで、ね、なかなか当たらない人も今多いと思いますけどね。面白い感じですけど、いやまあね、本当にね、終わりのない弦の旅に、まあ、出てるわけですけどね。ただまあ一応まあ、落ち着こうかなとは思ってますけれどね。なかなか皆さんいかがでしょうかね。弦をもう私はこれだと決めてるという人もいれば、まあいろいろこうね、あちこちやってる人もいるし、まあいろいろだと思うんですけどね。だからまあエリクサーはやっぱり寿命が長いということで、やっぱ皆さん使われてると、やっぱり3ヶ月以上は持つということですね。だから逆にね、そのエリクサーの弦の耳に慣れてるんじゃないかという気もするんで、本当にいいのかなとか言う、まあそのよく答えが分かってないけど、なんとなくやっぱり、あとはまたね、フォスファーブロンズかブロンズかというねあれもあるし、やっぱりそのあとね、ライトかカスタムライトかっていうのがあるんですよ。こういうふうにね、こうたくさんね、このジャンルが来ると分かんないですよ、分散してしまうから。で、この LL6 に関してはエリクサーのさっき言いましたブロンズのライトなんですけど、ただ僕はブロンズのカスタムライトを今貼ってるんですよ。で、若干弾いた時にほとんど変わりはないんですけど、そのちゃんと弾いた時に
もうちょっとあの張りが欲しいかなというぐらいかな。あとはそのあのピックにもよりますね。ピックの硬さにもよるからなかなか難しいですね。音がやっぱりこうピックのナイロンだったら音がこれと、まあ音動画で撮った音はもうほとんど分かんないと思いますけどね。どうでしょう、なんとなくぐらいしか分かんないでしょ。なのでまた、この瞑想の、ね、弦の旅はまた続くと思いますけどね。あとはね、その皆さんに聞いてみたいんですけれど、あのその自分がね弾いている時に気持ちがいい弦がいいのか、録音した後にあこれがいいのかというのはもう決めてる人いますかね。自分がこうジャンジャン弾いて気持ちがいい時と録音した時にいい音、やっぱちょっと若干違うと思うんですよね。その録音した音と自分が耳に聞いてる音が違う、まあね、一番いいのはね同じだったら一番いいんだけど若干違うと思うんですよ。そこらのあたりで皆さんはどうお考えしてるのかというのがあったらまた聞いていただきたいと思いますけどね。まあ今日は弦の音で雑談になってしまいましたけど、まあ、とりあえずちょっとの LL6 に関しては指定弦はあのブロンズのエレクサのブロンズのライトなんだけど、今はブロンズのカスタムライトで投稿やっています。やっぱりこうね握力が弱くなってるんだから、ちょうど今あのカスタムライトがちょうどいい感じ。本当の弦を鳴らす例えばヤイリーさんのね動画なんか見てると、やっぱりこのギターはライトね、ライトを基準で作ったんだからライトを貼ってもらうと。で弦も指定してるでしょ、 ESP かなんか指定してるから、そういうのもあるんですよ。そういうのを見たらやっぱりこうギターの状態を保つタイミングには同じねその指定された弦で貼る方がいいのかな。さもそらまあねなかなか難しいところですね。またちょっと今日はね答えのないままなんとなくダラダラな感じでなりましたが、皆さんは弦に関して深く考えてますとかね、僕はまあ深くってことないんですけど、なかなか瞑想中なんでね、またあの、まあ、ギターが変わればまた変わってくる感じもありますけどね、この L6 に関してはまあ一応まあとりあえず透明のところはカスタムライトでいきますのでね、また皆さんエレクサーのカスタムライトのブロンズです、ね、どうでしょう、なんか音が違うか、まあね、なんかこう感想がありましたらぜひお寄せください。 Thank you.